替えましょう。皆様こちらのインストルメントパネルにご注目ください。マニュアルドライブモードに切り替わるとハンドルやペダルが出現し、スクリーンディスプレイは格納されます。マニュアルドライブモードに切り替えても日産 IDS コンセプトの自動運転システムは周囲のモニタリングを続け、安全なドライビングをサポートします。